クモのフレシ触手とは、節足動物の中でクモやサソリなどのハサミ角類に特有で、ハサミ角の直後につく第二体の付属種である。古くは触手とも呼ばれる。フレシはハサミ角類の前体に備わる二番目の付属種であり、分類群によって様々な形態で見られる。その中で、節口類のフレシは、足との区別はほぼないが、クモ型類とウミグモ類のフレシは、顕著に足から区別され、歩行以外の機能を担うのが一般的である。また、ハサミ角類の口はハサミ角とフレシの間にあるため、フレシの基部は接触を補助する構造に特化した場合が多い。例えばクモとザトウムシは、それぞれのフレシの元節に化学、アゴバなどと呼ばれる突起物を持ち、ダニでは、フレシがハサミ角とともに、アゴ体部を形成する。節口類では、すべてのフレシと足に、アゴ元というアゴのような咀嚼器を持つ。カブトガニのメスとオスの腹面。後者は、最初に体の足が、針状に特化した。カブトガニ類とウミサソリ類などからなる節口類の、フレシは特化せず、足との顕著な区別がつかない場合がほとんどである。そのため、節口類のフレシは、形態学的に足扱いとされ、前体の付属種構成が、ハサミ角1体、脚5体として記述されることもある。サソリモドキのフレシ、ダニのアゴ体部、クモ型類のフレシは、分類群によって、単純な不脚状からあらゆる形まで多岐にわたり、たとえ不脚状だとしても発達具合や6つの施設を持つことによって、明確に足から区別できる。コヨリムシを除き、クモ型類のフレシは主に捕食や感覚など、歩行以外の機能を果たしている。ウミグモの形態も識ず、ウミグモ類のフレシは、明確に足から区別できる単純な不脚状で、4から9節から構成されており、感覚や接触に用いられる。なお、フレシが完全に退化したウミグモ類もある。英語などの場合、ウミグモ類のフレシは一般にパルプと呼ばれ、他のハサミ角類のフレシ、ペデパルプから区別される。古典的な知見では、節足動物の中で、ハサミ角類は第一体節の触角を退化し、そのハサミ角は第二体節由来と考えられたため、その直後にあるフレシは第三体節由来で、大顎類の大顎に相当であるとされてきた。しかし、ホメオティック遺伝子発現、発生学、神経解剖学による情報では、ハサミ角類は常に第一体節を持ち、ハサミ角とフレシは、それぞれ第一体節と第二体節由来の付属種であることを明らかにした。したがって、ハサミ角は大顎類の第一触角、フレシは甲殻類の第二触角に相当であるとされる。ありがとうございます。